てやがてくる風の声に導かれるよ。巡り会えた希望の日、君がくれた一つの願い、見知らぬ空はきらめき、宝の鼓動が響く、ありのままその自分の心を信じればやり遂げられるんだ。きっと誓いを胸に迷いはないさ、僕が決めたこの道のり、勇気持って挑もう。今日から前を新魔国の休日最終回です。はあ、暑い時は水風呂に限るね。渋谷くん、はあ、どんな状況？こんなところにいたんだ。昼間からお風呂とはのんきだね。風呂って言っても水風呂だけど。つーか、ちょっと待て村田、今出るから。なんだよもう、風呂場にまで入ってくんなよ。親しき中にも礼儀ありだぞ。別に着替えなくてもいいのに、男同士なんだから。そういうわけにいかないだろ。だいたい野郎の裸なんて見たくないだろ、お互い。その通りだ、弟のお友達。裸はギャルゲーの中だけにしろ。ああ、なんで勝利まで風呂場に来てるんだよ。勝利こそギャルゲーでパンチラでも見てればいいだろ。それはそれ、これはこれだ。なんだよ、わけわかんねえって。つうか、なんのよ。ああ、そうそう渋谷、近所に新しいラーメン屋ができたんだ。行ってみない？カレーラーメンが名物なんだって。ラーメン？この暑いのに？暑い時はかえって汗をかくといいらしいよ。それに渋谷、カレー好きでしょ。何でもかんでもカレーにすればいいってもんじゃないぞ。近所にできた新しいラーメン屋って高麗軒のことか。勝利知ってるの？ああ、ボブがカレーラーメンもいけるってブログに書いてた。ボブ？ボブって、いや、違うよね。勝利のメル友だってさ、世界各地の食べ歩きブログを書いてる変な外国人さんなんだって。うちの近くに来たなら会ってけばいいのにな。電話はもらったけど、たまたまその日は俺の都合が悪かったんだ。つうか、そんな仲良くないから心配しなくていいよ、ゆうちゃん。何一つ心配してませんから。それより、彼がうまいと言ったのなら本当にその店はうまいぞ。ボブのグルメブログは定評があるからな。特にラーメンは信頼性が高い。そのうち書籍になるぞ。僕の知ってるボブとは違う、多分。まあいいや、とにかく行くよね渋谷。あんまりラーメンって気分じゃないんだよな。それより途中で出ちゃったから、もう一回風呂入りて。そうかそうか、ゆうちゃんは本当に風呂が好きだな。それじゃ、せっかくだからこの兄も一緒に入るかな。勘弁してください。何を言うんだゆうちゃん、子供の時は毎日一緒に入っただろう。今さら照れなくても。いや、照れてねえし。久しぶりに背中の流しっこでもしよう。なんか有利の顔
村田はどこを見てる。いやだ、脱ぐなって。村田も見てないで止めろ。いや、なんというか他人が立ち入る問題じゃないかなって。やめろ、来んな。入るなら一人で入れ、勝利。え、うわあ。お、いいね。これはあれだ、いわゆる異空間ワープ。懐かしい。嬉しいような、不安なような。いや、でもやっぱ嬉しいや。うん。鼻から水入った。久々すぎるこの展開。ってことはここはやっぱり。陛下、お久しぶりでございます。あ、ちょっとお姿をお見かけしないうちにまた一段とご成長遊ばされて。そう、てかこの状態での会話もあれなんで、何か着るもの持ってきてくれる？いや、あの、私、決してそういう意味でのご成長を確認したわけではないのですみだ。おい、ギュンタ？ギュンタ？ちょっと誰か、誰か来てくれ。話し出してぶっ倒れたぞ。どうしま…ああ、陛下だわ。陛下が戻ってこられた。いや、そんなことよりギュン。なんて悩ましいお姿。ギュンター様と陛下がお風呂場で相引き？してない、してないから。そんなことよりギュン。ご安心ください。私たちここで見聞きしたことを決して漏らしません。では失礼いたします。おい、だからギュンターを何とかしてやれって。どうやらやっと帰ってきたかと思えば、なんだその格好は。お死ぬのくらい負け。まったく、お前はちっとも変わらんな。しばらくぶりに会ってもまるきり前のままだ。驚きがない。成長したのかしてないのか、ご意見は統一してくんない？なんだと？こうして俺はまた新魔国にやってきた。どんなに久しぶりでもすぐ馴染める仲間との日々に戻ってきたんだ。はあ、やっと落ち着いた。お、誰だ？ノックなんて常識的なことやってくれるのは。ユーリー、帰ってきたんだね。また会えてくれた、嬉しい。くれた。穏やかな歓迎をありがとう。お父さんも嬉しいよ。もうみんなには会った？まあぼちぼち。いつ帰ってきても賑やかな場所だな、ここは。そんなことないよ。普段はみんなお仕事が忙しいから、同じお城の中にいてもめったに会えないんだ。そっか、国政任せっきりだもんな。広いお城の中がシーンとしてて、グレタたまに寂しくなるよ。ユーリがいればなって。ユーリさえいればみんなユーリのそばに集まってくる。みんな笑って楽しそう。みんなユーリが大好きなんだもの。そう？ユーリー。やあ、ボルフラムって、あれ？なんか様子が。侍女たちの話を聞いたぞ。久しぶりに帰還して早々、よりによってギュンターと相引きか！何剣に手をかけてんだ。落ち着いて、誤解だよ、誤解。その軽率な行動、
婚約者である僕への侮辱と取っていいんだな。いい、剣抜くの本気で。うるさい、そこへ直れ。今日という今日はその少年を叩き直す。ちょっとグエタ、これのどこがみんな笑って楽しそうなんだ。でもみんなユーリのことが大好きなのは本当でしょ。待てユーリ。あ、ダメだ。ごめんグレタ、話はまた後でゆっくりな。どうしよう、どっか隠れる場所は。待て、とりあえずどこかに逃げ込もう。では側近控え室を置いといて客室から行こうか。よし、ここなら多分安全だ。ボルフラムもまさか自分の部屋に俺が隠れているとは思わないよな。へへん、名付けて木を隠すなら森の中作戦だ。見つけたぞユリ。もう作戦失敗。お前の考えなどお見通しだ。そんな浅はかな策にうかうかと欺かれる僕だと思ったか。はい、思いました。切ってやる。わあ、自分で聞いたくせに。こら待て。ダメだ、他の場所に隠れないと。政務室。グエン、お願い、ちょっとかくまって。断る、さっさと出て行け。そんな、釣れないお言葉。好感度最低やから。長らく国を開けた上、帰ってきた途端に政務も顧みず追いかけっこに興じる。ガチおこやん。そんな国王は釣れなくないというのか。いや、興じたくて興じてるわけじゃなくて、っていうか、ことの発端はお宅の弟さんですよ。本人同士の問題だ。兄弟といえども口を挟むのは野暮というものだろう。それともお前は自分の兄の恋愛事情や趣味嗜好に口を挟むのか。それは挟まないっつうか、触れたくないっつうか。そういうことだ。わかったな、さっさと出て行け。でもとにかくこれ以上私の邪魔をするな。もう分かったよ。なんだよグエンのケチンボ。それが魔王の捨て台詞か。ダメだ、他の場所に隠れないと。執務室。ギュンタ、目は覚めた。これは陛下、先ほどは失礼いたしました。私としたことがあの程度の出血量で気を失ってしまうとは、年は取りたくないものです。はぁ、まあとにかく無事ならいいや。それよりかくまってよ。あんたのせいであらぬ誤解を受けて追われてるんだから。なんと、陛下を追い回す輩が私以外にいるというのですか。追い回してる自覚はあるんだ。もちろん私にお任せください。このフォンクライスト・ギュンター、命に代えても陛下をおかくまい申し上げます。聞こえたぞ、今陛下と言ったなギュンター。ギュンター、今度こそ追い詰めたぞユーリ。さあ観念して、この僕の愛の剣を受けろ。愛の剣？愛の剣とは何ですか。答えなさいボルフラム、愛の剣とは何なのですか。こら、何をする、話せギュンター。寝かせたギュンター、今だ。あ、ユーリ、待った。逃がしません。あなたが愛の剣を振るうというのなら、私にも考えがありますよ。何を興奮してるんだ、
話せ、こら話せ。ダメだ、他の場所に隠れないと。厨房。ちょっとごめん、どっか隠れるところないかな。陛下、どうなさいました？何かに追われているのですか？追い詰めたぞ、ユーリ。カッカ、ギュンター様の次はボルフラムカッカですか？モテモテですね。そんなこと言ってる場合じゃないって。っていうか誤解だから。それじゃあそういうことで。何がそういうことだ。こら待て、ユーリ。出て行かれたわ。相変わらずね。そうね、今度のトタも予想がつかないわ。ダメだ、他の場所に隠れないと。では最後、側近控え室。悪い、コンラッド、しばらくかくまってくれない？あれ、いないの？あららら、惜しい。入れ違っちゃったみたいですね、陛下。隊長は朝からドタバタしてまして、陛下がいらっしゃったことを知って慌てて部屋を出て行ったんですけど。オザック、はい、寝室鬼没のグリエです。おっと、いくら俺の上腕二頭筋が素敵だからってそんなに見つめちゃ嫌ですよ、陛下。コンラッドに留守番を頼まれたんだ。ええ、万が一陛下と入れ違いになった時のためにね。隊長はその辺抜かりないですから。そうそう、陛下に挨拶する前に宝物庫に寄るって言ってました。会いたがってましたよ、隊長。こんなと、もちろんグリエも会いたかった。うぐぐぐ、素敵な上腕二頭筋で締め上げないでくれ。あ、すみません、早く隊長の元に行ってあげてください。うん、よし、それじゃ。ユーリ、どこだ。うわ、もう来た。早く行かなきゃ。うわ、カビ臭い。そろそろ虫干しとか必要だよな。コンラッド、いるか。お、やべ、滑った。あで、あれ大丈夫ですか？そうはならんよな。顔近。ちょ、コンラッド、そんないきなり。いい枝で。いきなり？いや、俺、お久しぶりっす。お怪我がなくて何よりです。え、なんかユーリのさ、ほっぺにピンク色の線入ってる？なんか入ってるの。ちょっと待って、めっちゃテレビに近づいてくるわ。ちょっと待ってて。なんか目の下にさ、ピンクっぽくなってる？なってるよな。みんなどっち？コメントして。僕今近づいて、ごめん、行くわ。どっちや？宝物庫で何やってんの？ちょっと探し物。探し物ってお宝？掘り出し物？鑑定団呼んでこよっか。いえ、あくまで私的な思い出の品なので。思い出。そうだよな、コンラッドたち魔族はとても長い時を生きてるんだよな。普段忘れてるけど、俺の知らない時間がたくさんあるってことだよな。ええか。違うよ、俺別にその全然気にしてなんか。見つけたぞ、ユーリ。うわ、出た。
ギュンターと相引きの後はコンラートとの法要か。いい度胸してるじゃないか。ボルフラム、何をしている。城の中でみだりに剣を抜いたりしたら。うるさい。僕だって剣の道くらい心得ている。ならば丸腰の相手に問答無用で切りかかるのがどれほど卑怯か分かるだ。うるさいうるさい。シワ喧嘩に正論なんて通用しないぞ。まあそれもそうか。納得しちゃうの。貴様を亡き者にし永遠に手元に置いておくという手もあるんだぞ。観念しろユーリ。そんなこと言われるとますます観念できねえよ。逃げてやる。逃げ切ってやる。待てユーリ。あ、ダメだ。こら待て。おいおいおい、さっきから国宝がガッシャンガッシャン壊れてますけど。たまるものか。僕たちの信頼関係が壊れる方が由々しき問題だ。危険危険。何か防具になるものを探さないと。あ、あった。大きめの丼発見。これをヘルメット代わりにして。ユリ、それに触ってはいけません。それは魔鏡です。何？魔鏡？出前の返し忘れじゃなかったの？魔剣と並ぶ劣気とした新魔国の宝ですよ。覗いたらどうなんの？鏡の中に覗いたものの過去と未来が映ると言われていますが。もっぱら迷信という噂だ。さあユーリ覚悟。うわあ。バカ、魔鏡をかぶるやつがあるか。そんなこと言ったってお前が切りかかってくるから。とっさにユリ。あれ、何この音。うわあ、いきなりワープですか。ユリ大丈夫大丈夫、今回は服着てるし。で、そういう問題か。ご到着か。で、ここはどこ？地球に戻ったのか？いや、違うな。まだ新魔国だ。コンラッド？ボルフラム？誰もいない。まさか、そこの棺桶の中に隠れてたり。するわけないよね。うわぁ、棺桶が勝手に持ち上がった！コンラッド？ボルフラム？それとも、もしかして、お化けさん？さてと。おい！なんだ、子供かよ。こら、少年、どっから忍び込んだんだ？ここは遊び場じゃないんだぞ。ユザックよ。っていうか、君誰？会ったことあるような気がするけど。さすがお城だけあって広いな。あいつ、どこにいるんだろう。ちょっと、人の話聞いてる？ちっくしょう、腹減ったな。うまいもんないか、探してみるか。天下の決明城だ。食べ物なんて腐るほどあるんだろうな。無視だ、完全無視されてる。よし、まずは食料だ。コンラッドはその次。え、コンラッド？君、コンラッドの知り合い？ああ、言っちゃった。コンラッドの知り合いで柑橘色の髪の主といえば。はーい、神出鬼没のグリエです。さあ、ヨザックがあんなちびっこなわけが。いや、待てよ。魔境を覗いたら過去と未来が見えるとかなんとか言ってたよな。まさか今のは少年時代のヨザックとか。ってことは
もしかして魔境の力で俺が過去を見物に来ちゃったの？で、チビオザックにはこの時代の人には俺が見えない？だから無視したのか？とにかく誰か探してみよう。では、あれ中には選べ。では王の部屋。ああ、なんか疲れてきた。一日に二度もワープしちゃうなんて前代未聞だよ。ここならマイベッドもあるし、ちょっと一眠りっと。ギョエ、俺のベッドに誰かが寝てる。いや、待てよ。この無駄にフェロモンたっぷりな寝言は。ゼリー様。え、誰？何か言ったかしら。変ね。そうか、全魔王はゼリー様だもんな。当然、今この部屋はゼリー様の部屋、このベッドはゼリー様のベッド。ってことは何？俺ってばゼリー様の寝ていたベッドでいつも寝てるってこと？うわぁ、今更だけど、なんか禁断の香りが。ちっちゃ。まあ、私の可愛い子猫ちゃん。今日は一体どうしたの？僕は悔しい。ボルフラムか。まだこんなちっこいんだ。可愛いな。あ、いかいか。どうも最近の俺ってば、グエンダル化が進んでていけない。ほらほら坊や、まずはその宝石のような涙を拭いて。何かあったのかしら。私に何でも話してごらんなさい。いつだって僕は仲間外れなんだ。まあ、兄上が隣国に遠征する時も連れて行ってもらえなかった。それはあなたの足ではあの山は越えられないだろうってグエンが判断して。侍女たちも兄上とちっちゃい兄上にはうやうやしく振る舞うくせに、僕のことは珍獣か何かを見るように騒いで。珍獣って？それは違うわボルフ。珍獣だなんてとんでもない。あなたがあんまり愛らしいからみんな騒がずにはいられないのよ。でも僕知ってるんだから。母上だって時々兄上とちっちゃい兄上だけを招いてこっそりお茶会してるでしょ。あれはね、ちょっと子供にはきつい飲み物をこうクイーッと。また子供扱いして。僕はそれが悔しいんです。泣いてるよおい。さっきもちっちゃい兄上がギュンターに稽古をつけてもらうって言うから。したらギュンターのやつ、また後で遊ぼうねって飴を、僕に飴をくれたんだ。こんな屈辱我慢できません。好感度のあれはないんで、好きなのを選んだらいいらしいです。まあこうかな。末っ子の悲劇だね。俺も弟だったから気持ちはよくわかる。雨なんてひどいわギュンターったら。私が断固抗議してあげる。母上、雨玉一つなんて安く見られたもんね、うちの子も。ゼリ様、論点がずれてますけど。かわいそうなボルフ。手切れ金の飴玉一つだったら私だって泣いちゃう。いえ、切れちゃう。
そんなの絶対に許さない。サツタのボロボロにしてやるわ。女をなめんのも大概にしなよ。ねえ、あなたもそう思うでしょ、私の子猫ちゃん。母上、怖い。っていうか、何の話？あと、剣術についてなんだけど、ボルフの気質と体格からすると、治癒術の方が向いているんじゃないかって。誰がそんなことを？スザナ・ジュリアよ。ウォンウィンコット卿が？ええ。ボルフさえ良ければ、ゆくゆくは彼女が治癒術を伝授してくれるって。そうですか。でも僕はやっぱり剣を自在に震える強い男になりたいです、兄上たちみたいに。そう言うと思った。ウォルフはいつもコンラートの背中を見てるものね。大きい兄上の背中だって見てます。いいわ。でもジュリアの話は頭の隅にでも置いといてちょうだいね。強い男がどういうものなのか本当に分かる年頃になったら改めて話し合いましょう。また人を子供扱いして。むくれない。さあおいで。あ、ボルフラムがゼリ様のベッドに。まだ添い寝してもらってんのか。そんなに急いで大人にならないで、子猫ちゃん。もう少しだけ私のそばにいてちょうだい。母上、大丈夫ですよ。だって僕は大きくなったら母上をお嫁さんにするんだから。お、まあ嬉しいわ。未来の婚約者が聞いたらきっと嫉妬しちゃうわね。いや全然しませんよ。ですから僕の婚約者は母上なんですってば。はいはい。ああ、ほんと子猫みたいに甘えちゃってま。いい夢見ろよボルフラム。また会おうな。政務室。あれ、グエンダルいないのか。なんか主のいない部屋に勝手に入るのは気が引けるな。まあ正直ワクワクしてんだけど。引き出しを開けたり壺を割ったりしちゃおっかな、なんて。それじゃまるで泥棒だ。やめやめ、不法侵入なんてしてないでとっとと誰か探しに行こうっと。いて、あ、机にぶつかった拍子に上の書類が。早く拾い集めて元通りにしとかないとね、と。ん？なんだろう、これ。手紙っぽいな。まさか、ラブレター？誰かいるのか？うわ、びっくりした。気のせいか。声、行く。いや、いるんですけどね。ん？書類が散らばっている。窓は閉まってる。空き巣か。魔王です、未来の。非不未、窃盗被害なしと。大方ボルフラムがまたこっそり入ってきていたずらでもしたんだろう。まったく性のないやつだな。許してやるか、まだ小さいし。出た、この頃からすでに小さくて可愛いもん好きだ。神聖だ。グエンダル。おう、お時間よろしいですか。ギュンターもう大人なんやな。どうかしたのかギュンター。実は
隣国との共同声明を近日中に発表したいと思っておりまして、私が装甲を用意しましたのでご確認を。母上は？ええ、難しい字は苦手だとおっしゃられて。なるほど、苦労かけるな、ギュンタ。了解した、私が目を通そう。へえ、グエンダルってこの年でもう国政に参加していたのか。っていうか、参加せざるを得なかったんだ。すぐに返事をする。その辺にかけて待っていてくれ。そうさせていただきます。へえ、なんかいい感じやな。おや、書類が乱れてますね。すまない、気になるか。いえ、これがコンラートの部屋ならむしろお綺麗になさってますねと申し上げるくらいのもので。ん？そうか、部屋の整理整頓に関してはあいつの大胆な性分が悪く出るのだな。よく性格を把握してますね、さすが兄上。からかうな、自分とあまりにも違うあいつのことは実のところ持て合わしてる。コンラートの気質はお父上のダンヒーリー・ウェーラーと似て一見捉えどころがありませんからね。けれどうちに熱いものを秘めているところもまたそっくりで。ギュンタ、あの男の名前は出さないでくれ。グエンダル、コンラートの父さんのこと。素直になれないのかな。グエンダルって最初はなかなか歩み寄ってくれないからな。俺だってどんだけ白い目で見られたか。いや、あれは虫けらを見るような目だったね。けど俺の時はもっと冷酷っつうか、ここまで感情むき出しではなかったような。そうか、そこが他人と家族の違いってやつか。だとしたら案外グエンダルはコンラッドの父さんのこと。私はあの男が嫌いなのだ。良い人間ですよ、ダンヒーリーは。どこが？母上を捨てて一人放浪に出るようなやつだぞ。気が向いた時だけ実の息子を旅先まで呼びつけるようなやつだぞ。そして血のつながらない息子とも酒を酌み交わすことや剣の手合わせを望む気さくなやつですね。グエンダル、あなたの慎重さと責任感は国を守るため不可欠な特性です。しかし時としてあなた自身を縛ってしまう。もっと自分の気持ちに素直になってください。息子が父親を好きでいて何がいけないのです。だがあいつは人間だ。心を開けない理由はそれだけですか？装甲は読んだ、決定校にしていいと思う。ありがとうございました。では私はこれで。そうそう、手紙が落ちていましたよ。ギュンターが置いていった手紙にはたった2行の文章しかなかった。俺にもわかるシンプルな言葉。お前といつか旅がしたい。俺はその日をずっと待っている。ダンヒーリー・ウェラー。あ、結局読んじゃった。ごめんな、グエンダル。私はあの男が嫌いだ。ヤヒで不遜でずうずうしく、そして儚い人間の父。実験室行けるようになったから行こうかな。今も昔も相変わらず物々しいな、ここは。残念、失敗ですか。あ、アニシナさん、
人である魔導装置の実験には限度があるというもの。そろそろ実験台が欲しいものですね。いえ、実験台では言葉が悪い。そうですね、もっと肯定的でかつ楽観的な名称を。もっといいものを作るためにあなたの体で試したい。略してモニターとか悪くありませんね。これでいきましょう。すげえ、俺モニター誕生の瞬間に立ち会ってしまった。アニシナはここか。おや、ようこそ。飛んで火にいる茶羽アブラムシではなく客人でしたね。ん、なんだ。グエンダル、後ろ、魔導装置があるぞ。逃げて逃げて。何か悪寒に襲われているのだが。風邪でしょう。病は気からと言いますから、気合で制することも可能です。それはともかく、今日はちょっと教えてほしいことがあってきた。ちょうどよかった。持ちつ持たれつですね。で、何です。確かアニシナは編み物を得意としていたな。ええ、編み物も得意ですよ。小説も発明も得意なようにね。私にも教えてくれないだろうか。グエンダルが編み物を。やはり男が編み物をするのはおかしいと思うか。まさか、その逆です。私は常々趣味においての漠然とした男女差別に憤慨していましたから。いいですよ、精魂込めて教えます。グエンダルには新魔国随一の編み物職人となっていただきましょう。職人って。その代わり、きた、編み物の演習の後はモニターとなっていただきますよ。モニター？心配はいりません。天才アニシナによる魔導装置の実験にサクッと協力していただくだけです。ちょっと。こうなったら最後の手段だ。このままだとグエンダルの身が危ない。よし、魔導装置を壊しちゃえ。おりゃ、まあ、なんだ、どうした、機械の故障か。まさか。煙が上がってるぞ。いつものことです。黒い煙だぞ。なんなら黄色い煙を出しましょうか。いや結構だ。しかしモニターとやらになるのは少し考えさせてもらいたい。いいですよ、よくお考えなさい。今日モニターになるか、それとも明日にするか、二択しかないの。仕方ないな。では記念すべきモニター第一号になっていただけるということでよろしいですね。ああ、負けた。やっぱ、まあよく考えたらアニシナさんに勝てるわけがないんだけど。まずはそちらが希望する編み物からやっていきましょう。モニターの後だと使い物にならないかもしれませんし。使い物にならない。気にしないでください、言葉のあやです。ん？さて、何を編んでいきましょうか。初心者ですから、襟巻きあたりから。そのお前が腰につけているものは何だ。これ編みぐるみというものですが。それがいい。私はそういうものを編んでみたい。変か。いいえ、ちっとも。編みたいものを編むのが一番です。よろしいでしょう。ここは一つ徹底的に鍛えて差し上げます。というわけで、あれから何時間経ったのか、もうよくわかんないんだけど。そこ、一目多い。すみません。グエンはぶっ続けで編みぐるみ制作に取り組んでるわけで。そこ、指が太い。ごめんなさい。
ひどい。こんなスパルタ編み物初めて見た。グエンダル、よくついていってるな。できた。おお、すごい。なんか背景キュキュッとみたいやな。よく頑張りました。なかなか魂のこもった作品ですね。見事です。聞かないのか。え、なぜ私が突然編み物をしたいなどと言い出したのか聞かないのか。青春とは憤りの多いもの。その憤りをぶつける対象を探すのは何もあなただけではありません。私など編み物だけではぶつけたりず、さまざまなことに手を出しています。そのうちそれ自身が夢や目標になったりもしていますし、だから恥じることはありません。言い訳もいりません。アニシナは大人だな。私は大人でも子供でもありません。ただ天才なだけです。よかった、元気が出てきましたね。ああ、おかげでな。ん？アニシナ、まさか私を心配して。気にすることはありません。モニターの体調が優れないと実験に支障が出て私が困りますから。え？ではこの勢いで一つ実験したいものが。待て、こんな急にか。私はまだ心の準備が。大丈夫、実験の準備は整っています。さあ行きますよ。わかった、わかったから。ちょっと、おお、なんだこの高速具は。動けん、動けんぞ。外せ、アニシナ。どういうつもり。ほら、刺さってる、針が刺さってるぞ。抜け、アニシナ、早く抜いて。では、実験開始です。かくて、グエンダルの苦難の道のりが始まったか。合唱。いい話やと思ったけど。裏には、こんなところには誰もいないか。うわ、びっくりした。ダグ、脅かすなよ。誰、こんなとこに隠れてんのは。食った食った、あーうまかった。またお前か。一度ならず二度までも。なあヨザック、君ヨザックだろ。さて、コンナットはどこにいるんだ。あ、やっぱり見えてないのね、俺。もたもたしてると見つかっちまうよ。急がなきゃ。コンラッドの部屋ならこの茂みの向こう、一番廊下寄りのって聞こえてないか。ああ、コンラッドを呼んでくれば。こうなりゃ直接コンラッドを呼んでみるか。おい、コンラッド、お客さんだぞ。そういうやり方。ああ、そうだ、聞こえないんだった。今日は無理かな。諦めんなよヨザ君。何の用事だか知らないけど、せっかくここまで来たんだろ。そろそろ帰らなきゃ。おい、そこだよそこ。コンラッドの部屋はすぐそこなんだ。ストップ。ヨザ君。おい、コンラッド、よかった、会えた。何か胸騒ぎがして来てみたんだ。まさかお前がいるとは思わなかったけど。悪いな、俺の方から出向くつもりだったのに。広すぎるんだよこの城は。どうした、俺に何か用か。父上の土地で何かあったのか。直訴に来た。直訴。直訴とは穏やかじゃないね。要求は一つだけ。ダンヒーリーの
名もなき村に住む俺たちを魔族だと認めてほしい。荒れ地の村にいた頃、俺たちはシマロンから人間以下に扱われてきた。あの時代に比べれば今は天国だ。でも相変わらず上も差別もなくならないか。そうだよ、シマロンからは魔族のくせにって言われ続けた。今は同じ魔族から人間のくせにって蔑まれるんだ。なあ、半分ずつ流れる血はそんなに忌まわしいものなのかよ。ヨザック、お前血を流したことがあるか。当たり前だ、傷だらけになった回数なんて数えきれねえよ。その血は何色だった？赤。俺と一緒だな。ちなみに純血魔族の母上や兄弟たちの血も赤いし、人間である父上の血も赤かったよ。少し例えが何が言いたいんだ。俺たちは人間でも魔族でもないんじゃない。俺たちは人間であって魔族でもあるんだ。俺たちは俺たちのままでいいんだよ。俺たちは何かのふりをしたり何かになろうとしなくていいんだ。そのままで尊いはずなんだ。でもお前だって学校やタイで散々いじめられてるって話じゃないか。誰やそいつ。辛くないのか。俺が辛いのは自分を偽る時、その時だけだよ。コンラッド、昔から変わらないな。だからヨザック、お前も負けないでほしい。あの土地はまだ痩せてるけれど日当たりがいい、水も豊富だ。耕し続ければきっと収穫物が増える。魔族たちの言われなき差別については俺がいつか必ず何とかするから、信じて待っていてくれ。お前がお前のままでいいってことを俺がきっと証明してみせるから。こんなん好きになるやろ。一人でカッコつけてんじゃねえよ。え？俺がただ待ってると思うか。見くびるな。戦うお前の背中は俺が支えてやる。背中？背中ってのは一番好きができやすいんだ。だから支えてやる、守ってやる。お前は迷わず恐れず前だけ見て走れ。それがきっと俺たちの誇りになるから。ありがとう、ヨザック。さてっと、直訴取り下げ。とっとと帰ろ、俺侵入者だし。ああ、食堂の果物をくすねたから泥棒でもある。胸張って言うことか。じゃあな。あ、また。そうそう、おう、俺もうちょっと体鍛えることにするわ。ええー、や、ああ、でもヨザックの服ちょっとよ、あれなんやな、なんか。え？軍隊に入りたいんだ。お前のいる場所に行きたい。あ、待ってる。ああ、じゃあそういうことで。ヨザック、これでできるんだ、あの上腕二頭筋。誰かいるのか。お、わかる？俺だよコンラッド。気のせいか。やっぱ無理か。でも俺はしっかり聞いたよ。今とちっとも変わらないお前の主張をさ、自分を偽らずに生きられるといいな。俺もそう祈るよ。強く強く。お、中庭行けるようになった。遅い。ごめんなさい。稽古の時間は厳守ですよ、コンラッド。申し訳ありません。ああ、そっか、俺は見えてないんだ。剣の道は心の道、心の歪み、たるみは全て太刀筋に現れてきます。気をつけるのですよ。じゃあ僕の立ちすぎすんごいぐんにゃんぐんにゃやと思うで。ギュンタ、
なんか随分かっこよすぎじゃない？どうしたんだ？悪いもんでも食った？待って、誰かが私の噂をしているようですね。よろしくお願いします。よろしい、いざ。うわ、大人と子供の対戦じゃん。頑張れコンラッド。欲しい、甘いですよ。好きより。あっちゃ、ぶっ倒れちまったぞ。大丈夫かコンラッド。立ちなさいコンラッド。はい。厳しいなギュンタ。どう見てもコンラッドは相当なダメージを受けてるのに。おお、コンラッド頑張れコンラッド。応援しかできなくて悪いけど。申し訳ありません、足がどうしても。足？足がどうしました？骨の異常は見当たりませんよ。せいぜい打撲でしょう。せいぜいってギュンター、あんたは鬼や。コンラート、例えば戦地で敵が目の前に立ちはだかったとき、あるいは大切な誰かが窮地に陥ったとき、あなたはたかが足の痛みで動けなくなって終わるのですか？コンラート、すごい、立ち上がったぞ。よろしい、コンラート、あなたにはまだまだ強くなってもらわねばなりません。俺の剣の型は父上を習ったものです。人間の型では強くなれないとグエンダルや学校の先生にはよく注意されます。確かに魔族には魔族の型があります。魔族の身体能力は人間のそれをはるかに上回っていますからね。自分たちの能力に合わせた型の方が剣の振り一つをとっても効果が上がるのは事実です。けどそれでもあなたはお父上のダンヒーリー・ウェラーの型を継承したい。そうですね。はい、すみません。謝ることはありません。私も同じ意見です。え？だからこそあなたには強くなってもらいたいのです。あなたの血統についてあれこれうるさく言う人々がいることを私は知っています。バカらしい、実にバカらしい。コンラート、あなたはすでにグエンダルに負けないほどの理性と知恵を持っているではありませんか。ギュンタ、あとは力です。あなたに本当の力があれば口さがない連中も黙るしかありません。そこを目指そうではありませんか。頑張れますよね。はい。剣の道は心の道。なんかギュンターやたらイケメンやんけ。お父上を敬愛する心を持ったあなたが剣を極められないわけがない。大丈夫ですよコンラート、肩など気にすることはありません。あなたは強くなります。私が強くします。ありがとうギュンタ。かっこいい、あれがいつも鼻血出してぶっ倒れてるあのギュンタ。では回廊。図らずもみんなの過去を垣間見てしまったな。そろそろ帰るとするか。で、どう帰りゃいいんだっけ。そうだ、魔境。魔境はずっと宝物庫で眠ってたわけだから当然この時代にもあるはずだろ。そいつを使えばもう満体だ。よし、俺って冴えてる。ナイスひらめき。で、むしろ鈍い。
確かこの辺りに。あった、これだ。この何の変哲もない丼、間違いない。よし、かぶるぞ。いざ未来へ、ゴー。みんな、待ってろよ。お、夜になってる。戻ってきたのかな。今夜は月が綺麗ね。あ、この人前に夢で見たような、もしかしてこの人がジュリアさんってことは、俺まだ過去にいるのね。あっちゃ。あら、あなたは誰？コンラッドじゃないのね。え、ジュリアさん、俺のこと。私は目が見えないけれど、その代わりに気配で姿を思い浮かべることはできるの。草木も花も月も星も、もちろんあなたのことも。あなたは警戒すべき人ではなさそうね。この人には俺が見えてるんだ。コンラッドを待ってたんですか？ええ、話したいことがあって。でも今彼はとても忙しい時だから、会えなくても仕方ないわね。来ますよ、コンラッドは必ず来ます。もう少し待っててあげてください。あなたにとってもコンラッドは大切な友人みたいね。まだ出会ってもいないですけど。出会って？ジュリア、遅くなってすまない。コンラッド、あらら、大きくなってって。俺は親戚のおばちゃんかい。ん？何かおかしかったかな。え？ううん、何でもないわ。呼び出してしまってごめんなさい。でもどうしても確かめたいことがあって。アルノルドへの出征命令のことなら本当の話です。俺は命を受けた、ルッテンベルクの地を与えられた者として。そんな、アルノルドがどういう土地かは知っているでしょ。生きて帰る者のいない陥落寸前の激戦地と聞いている。コンラッド。そっか、この時代ってシマロンとの戦争中なんだ。俺は人間と魔族が手を取り合い平和に暮らす世を手に入れたい。そのためにできることをするだけだ。けどジュリア、戦いという君の一番嫌いな方法を取ってしまうことを申し訳なく情けなく思うよ。すまない。いいのよコンラッド、どうかそんな風に思わないで。あなたがいつだって最善を尽くしてることを私は知っています。ありがとうジュリア。そういえば昔ここで約束したことがあるんだ。言われなき差別については俺がいつか必ず何とかする。だから信じて待っていてくれと、共に。そうだ、ヨザックに伝えたんだよな、自分を偽らずに生きることの大切さを。そう、ここはあなたの誓いの場でもあるのね。ちっとも約束を果たせないままこんなことになってしまったけど、ジュリア、どうして人間も魔族も自分以外を認めようとしないのだろう。なぜその交流が恐怖しか生まないのだろう。時間は流れるものよコンラッド、今は無理でもきっといつかみんなが心穏やかに暮らせる日が来るわ。そうだろうか。そうよ、そのためにあなたは戦うことを選んだのでしょ。無駄な戦いなどあってはならない。ジュリア、
信じましょう。種族の垣根を越えてみんなが手を取り合える日が来ることを私は信じています。信じ続けるわ。俺も信じるよ。ありがとうジル。ごめん、ジュリってなっちゃった。あ、これコンラッドでコンラッドの好感度が上がるって書いてたな。コンラッド、俺がいつも一番困難な道を選ぶお前を俺が守ってやる。不思議だな、何か今とても心が温かくなった。おお、マックス。あなたはいろいろな人の思いに守られているのよ、コンラッド。ポッチャムとか。そうだぞ。ごめんなさい。ちょっとは感謝しろよ、コンラッド。感謝しろよ。よくわからないけど、とにかく俺はそろそろ戻ります。ジュリア、帰り道に気をつけて。大丈夫よ、おやすみなさい。さあ、あなたもそろそろおやすみなさい。俺は、その…心配しないで、私の腕の中でお眠りなさい。え？無理無理無理、そんなことしたらコンラッドに殺される。いいから。さようなら、私。レアさん。なんだって？今誰の名を呼んだ？僕の名前じゃなかったよな。はい、残念ながら。って待ってください、閣下。陛下に何を。もう待っていられない。無理やりにでもヘナチョコの目を覚まさせてやるんだ。おい浮気者、起きろ。戦んでよ。いって、ジュリ、ボールグラブ大きくなってる。何をふざけている。こっちはどれだけ心配したか。心配？陛下の意識が魔境に取り込まれたまま戻らないと聞きましてね、慌ててみんなで駆けつけたという次第です。お、ヨザックにも上腕二頭筋が。そうか、どんぶり。俺の上腕二頭筋がどんぶり。ああ、なるほど。グリエの肉体美をおかずにして、どんぶり三杯ご飯が食えるってことね。やだ、もう陛下ったら。どけ、誰もそんなこと言ってないだろ。いいか、ユーリ、婚約者の僕を置いてどこかへ行ってしまうなんてことは絶対許さないから。わっ、よかった。グレタいっぱい心配したんだよ。グレタごめんよ。宝物をおもちゃにするなど王の行動として軽率すぎる。まして娘を泣かせるとは、父親としても失格だ。すんません、グエンダルは昔も今も厳しいな。昔だと？どういうことだ。あ、その…グエ、ユーリを怒らないであげて。グレタ泣いてないもん、ちょっとしか。そうだったな。それにグレタ以上に涙と鼻水でぐちゃぐちゃになった者が別にいた。陛下、陛下、ご無事で何よりでございました。ギュンタ、汁だらけの顔でスリスリしないで。
久しぶりの再会を喜んだのもつかの間、陛下がまたどこぞの次元へ旅立たれたと聞いた時には、もう私だからスリスリは、私悲嘆のあまり大浴場の湯を飲み尽くそうかと思いました。雰囲気変わったよな、ギュンタ。ギュンタ、いつまでユーリにくっついてるつもりだ。いいじゃないですか、玉来。ダメだ、ユーリは僕の婚約者だぞ。王様が王のそばにいるのは当然なんです。あ、ユーリ、待って。すみません、陛下。元はといえば俺とボルフラムのせいで。謝らないでくれよ、コンラッド。誰も悪くないんだから。そう、いつだって誰も悪くない。お前はもっと悪くないな、コンラッド。はあ、ありがとうございます。さすがに疲れたな。お部屋は整えてありますよ。どうぞごゆっくりお休みください。うん、ありがとう。そうだ、大切なことを言い忘れていました。何？お帰りなさい、陛下。わあ、マジかよ。もう一イベントあると思ってた。おい、もうおい、あるやんけ。脅かすんじゃないよ。うわ、ああ、よく寝た。え、もう夜かよ。昼寝がマジ寝になってしまった。はい。陛下、お目覚めですか。コンラッド、ちょうどよかった。今時間ある？ありますけど。じゃあ外に出ようよ。久しぶりにコンラッドの球を受けたいんだ。ああ、キャッチボールですね。いいですよ、先に行ってます。お待たせ。いや、これくらい待ったうちに入りません。それより疲れてないんですか。全然疲れてないよ、たっぷり寝たもん。コンラッドの方こそ平気だった？悪いな、俺のわがままに付き合わせちゃって。いえ、気にしないでください。ユーリが誘わなかったら俺の方から誘ってました。やっぱり。キャッチボール好きか。好きですね。地球にいた時、いろいろ面白いものを目にしましたが、ベースボールが一番でした。まあ、新魔国でキャッチボールする日が来るなんて、あの頃は思いもしませんでしたけどね。よかったよ、コンラッドがいてくれて。ユーリは本当に野球が好きですもんね。違うって。キャッチボールだけじゃなくてさ、もっと広い意味で。俺、コンラッドがいてくれて嬉しいんだ。ボール落ちたんじゃん。そもそも俺が生まれてこられたのも、妊婦だったお袋のことをコンラッドが助けてくれたからだろ。あんまり褒めないでください。使命があったから俺は行動をしただけで。使命？いいじゃん、立派だよ。誰でもできることじゃない。ユーリ、だからこそ俺は感謝してんだ。
たくさんの苦しみと悲しみの中から希望をつなげてきたコンラッドに、俺は新魔国第27代魔王として感謝の意を表してんだよ。で、ついでにと言っちゃなんだけど、ここで誓わせてもらう。誓い？どれだけ時間がかかっても、俺は必ず人間と魔族が信じ合い手を取り合って生きられる世の中を作るよ。それからコンラッド、あんたにこれ以上自分を偽らせない。だからさ、あんまり遠くへは行くなよな。ユーリ、そういえばさ、宝物庫での探し物は見つかったのか？ええ、おかげさまで。見ますか？え、いいの？いいですよ、こちらにいらしてください。もっと近くに。この写真って、時代の魔王であるあなたが生まれてからも、俺は時々不安になりました。落ち込みもしました。その度に地球へ戻ってこっそりあなたを見てたんです。うん、大丈夫、きっと大丈夫と自分に言い聞かせながら、ある時お父上にショーマに見つかってしまってね。そしたら彼が写真を撮ってやると、その時に撮ってもらったのがこの写真です。これをもらってからはもう地球に行かなくても大丈夫になったんです。下の歯一本そしてあなたが新魔国へやってくるのを待ってる間、何度となく眺めました。ユーリ、俺が希望をつないでこられたのは一人じゃなかったからですよ。俺にはいつも大切な人がいた。守りたい人、守るべき人がいた。幸せなことです。コンラッド。はい。よかったら今度また二人で写真撮ろうよ。カメラ持ってくるからさ。スーパーフライやんけ。いいですね。俺は頭の後ろでコンラッドの鼓動を聞いていた。穏やかで安心できる音だった。下ネタやん。振り返らなくても俺には分かっていた。きっと今コンラッドは笑ってる。おお。終わったね。あれ？まだある？もしかして村田で締めるんかな？はあ、やっぱり気持ちいいね。朝風呂はまだみんな起きてないし、ほんと独り占めって感じ。立っちゃおっかな。あ旅行けばよっ、27代目。え、うわぁセレ様こぼれとるやんおお、ちょっとこ最後にこれは YouTube 大丈夫かな？え、これちょっとやばいんじゃないかな？どうなんやろう。でも僕は学園編を一回やってる男やからな。いけるか。陛下があんまり気持ちよさそうだからついお声をかけそびれて。じゃあ
から。ええ、私はもう上がるところだったんですけど、ちょうど陛下がいらして、それからずっと拝見しておりました。え、ちょどうなさいました陛下、しっかりなさって。大丈夫よ、私殿方の裸は見慣れてるから。俺は見られるのに慣れてませんから。って、うわ、吸い込まれる。あ、渦だ。誰か、誰か来て。うわ、足を取られる。残念だけど、今回の異世界ツアーはここでおしまいみたいだな。また戻ってくる日まで新魔国をよろしく頼むよ、みんな。寂しいやろな、みんな一日しかおらんかったやん。大丈夫渋谷？大丈夫か、ゆうちゃん。あれ、ここは、そうか、俺戻ってきたんだ。どうしたんだ渋谷、死後の世界でも見てきた？そんなわけないだろ、ちょっとあっちに行ってた。あ、そうか。あっちってどっちだ？川は渡ってないよねゆうちゃん、お花畑に行ってはいけないよ。川を渡っていたら今頃目を覚ましてないよ。それより悪ふざけはよせよ勝利、危うく溺れるところだっただろ。それに関してはその、すまん、ゆうちゃんを危険な目に遭わせるつもりはなかったんだ。でもそのおかげで思いがけずみんなにも会えて、まあよかったかな。みんなも相変わらずで。なんだよ渋谷、思い出し笑い、気持ち悪いよ。みんなって誰だゆうちゃん、去年亡くなった親戚のおばさんか、それともひいおじいさんか。いくら優しい笑顔で手を振っていても決してそっちに行ってはいけないよゆうちゃん。だから臨死体験はしてねえっての。すまん、これもみんな俺のせいだ。だから少しは弟の話を聞けよ。まあいいや、謝る気があるんだったら態度で示してもらおうか。なんだゆうちゃん、ゆうちゃんが望むなら多少エッチな要求も飲むぞ。絶対にそんなもの望まねえよ。そうじゃなくてラーメンでもおごってもらおうか、俺と村田に。なんで弟のお友達にまで。ゆうちゃんにならおごった上にあーんって食べさせてもいいが。そんなことしてたら伸びるだろう。いいから金だけ出せ。ゆうちゃん。そんなチンピラみたいな言葉遣い。兄貴に。お兄ちゃんは悲しいです。いや悪いな、友達のお兄さん、ごちそうになります。すっかり汚られる気でいるな弟のお友達。まあいい、その代わり俺も一緒に行くぞ。一緒でないと金は出さん。餃子もいいですか友達のお兄さん。カレーに餃子は合わないだろう村田。え、もうメニューはカレーラーメン一択なの？さあ食うぞ、今日もカレーだ。食って食って食いまくるぞ。すごいな渋谷け。あ、ゆうちゃんちょっと控えめにしてくれるかな。スチル最後とんでもない量出してくるな。今月は新しいギャルゲーが6本も発売に。お前も心ゆくまで食えよ村田。うん、もちろんそのつもりだよ。お前は遠慮しろ。ゆうか、ゆうちゃんもちょっと遠慮してお願い。ゆうちゃん聞いてる？お願いゆうちゃん、ゆうちゃんってば。お、
これはもしや恒例の、あ、このスチール見てない。クマハチクジラさんなから魔王新魔国の休日。ああ、コンラッドの声や。今日から魔王新魔国の休日。ウォルフラム。今日から魔王新魔国の休日。グエンダル。今日から魔王新魔国の休日。ギュンタ。今日から魔王新魔国の休日。ヨザック。今日から魔王新魔国の休日。え、ユーリやんな。今日から魔王新魔国の休日。あれ、ソランとあれはないんかな。村田はもう一周やったけどなかったね。みんな終わりましたね。最後のコナットで終わったやん。あれはコナットのトトが一番高かったからコナットエンドで、他の人にしたら他のエンドが見られるそうです。途中結構ふざけてたからあれだったけど、最後すごかったな。最後スチルの数もとんでもなかったし、なんか、あ、そうそうそう、今日から魔王ってこんな感じだったみたいなあの思い出させてくれるようなね。最後でなんかこう信頼を偉そうやな、信頼を取り戻してくれたよねでは皆様、長らく続いた今日から魔王シリーズ終わりかな一旦。では失礼します。